急遽ですね、弟がチタを持っていたので、味見させてもらうことにしました。シングルグレーンですね。これも初めてやって楽しみです。チタ、やっぱりモルトと違う匂いの気がしますね。ほのかに甘い辛さはそんな感じないですかね。なるほど、ジェムソンにちょっと近いかなって感じですね。昨日飲んだばっかなんで。ああこういう感じか。これ 40% だっけ、 43% か。やっぱちょっときついですね、ガツンとくる感じ。爽やかっすね。じゃあ6。下の6でございます。いい感じ、美味しい。そこまで甘くないのがいいですね。かといって苦いわけでもなく、香りがいいですね。飲みやすい感じですね。でも43度なんで結構ガツンときますね。これが値上がりしたチタですか。いや、いいと思います。これ4000円だったらね、よかったね。もっと4000円時代に買って飲んでおくべきでしたね。今6600円とかなんかそのぐらいですもんね。そうなってくるとね、日課のリッチブレンド5本とか買えますもんね。ティーチャーズなら6本とか買えちゃうわけですもんね。そう考えるとちょっと高くなっちゃったっすね。でも美味しい、いいウイスキーと感じました。ハイボールも人気らしいんで、ちょっとこの後ハイボール飲んでみたいと思います。チタ美味しいですね。ではご視聴ありがとうございました。ウイスキーパトロールでした。